ぷり話していきたいと思います。さらにこのリレー配信の最終ランキング1位のユーザーさんには今回のコンサートの T シャツにサインとユーザーネームを入れてプレゼントします。私のルームで見ているあなたです。私のショールームを見ているあなたです。あなたには私のサインが入った T シャツをプレゼントします。あなたには私の入ったサインの T シャツがあなたのサインがあなたのサインが私のサインが入った T シャツが当たります。はい、そういうことです。はい、なのでね、皆さんぜひそれもお楽しみに。イエーイ。ということでね、はい、まあなんか適当に話していこうって感じなんですけど、これがね、うん、光るらしくて、そうこの装飾が光ってるの。そう、そのためにわざわざここの部屋の電気を消してこちらのリングライトとこちらの照明、間接照明のすごい、おこっち消してみるか。あ、でこっちをね、はい、こんな感じで暗い感じになっております。あ、誰か起きてー。こんな感じですね。はい、こういうちょっとロマンチックなシチュエーションで送らせていただいております。あります。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかちょっといいかもしれないね、こっち消したら。うん、まとめてなりいろいろ。今日何してました？今日は私は朝から夜まで、ほんとさっき6時ぐらいまで私はコンサートのリハーサルしてました。あなたは何してました？私も同じくコンサートのリハーサルに実は来ました。奇遇ですね。奇遇ですね。してました、うん、リハーサルをもうマジで丸1日やったよね。もう死ぬと思ってめきさゆうなちゃんにいぶき顔怖いって言われた。おもろなんかもう目がじゃマジでなってて、もう本当に朝から晩までやっておりました。はい、頑張っております。いやこれさ時間わかんないね。わかんない。いかいや、でもゆきさん10時までしか映れないんでバーサル。あ、そうなの？あ、いいじゃん。自動的ファンなんで私。めっちゃめっちゃ便利なやつと、うん、そうそう、ただランキングが読めないっていうだけで。あ、そかそかそか。そう、まあまあなんか教えてください。皆さん5分前ぐらいになったら教えてください。お願いします。なんかさ、私がいぶきが一番最後に弾いたんだっけ。え、そうです。ゆきが一番。あ、そう、ななかといぶきが同時に弾きました。あ、そうなんだ。うん、で私は逆に、まあ、1番目じゃないんですけど一番最初の組で弾いたんですよ。なんていうの、最初の16人とか十何人、うん、私は最初の組に初日に弾いて最後まで決まんなくて、でいぶきに決まって、うん、おいぶきかと思って、でいぶきにオンラインの時に、あ、いぶき一緒に写真撮ろうねって言ったら、え？え？嘘？え？なんでですか？もうめっちゃさ、怯えた顔してさ、いいじゃん写真くれたって言ってもん。写真くれた。いや、ねねさんがめったに自分から写真撮ろうってなることないじゃないですか。そうだな、うん、だからこうめっちゃさ、え？で、結局忘れてました。結局撮らなかった。結局撮らなかった。そう、ショールーム一緒にやるから一緒に写真撮ろうねって言っただけなのに、なんかめっちゃ怖がられた顔だった。なんか私大好き、本当にしてた。怖い、私自分が怖いんですけど。してました。されましたね。はい、どうよ。動揺してました、完全に。ええみたいな。嘘、全然分かんなかった。この二人の関係性だって、うん、そういう関係です。言えません。どういうね。でも今回お昼も夜もえ、そうなんかバディ、そうマジでバディ、なんかもうバディオッケー、あ、オッケー、私イエーだった。バディオッケーって座ってた。そう、バディで、うん、マジでバディです。バディです、ずっとバディです。なんやかんや一緒に、なんかこんな、うん、なんかこのこの話してる。本当これ本当本当に
もうこれもタイムよ。完全にネタバレだね。さっきので分かる人は分かる人絶対いると思う。どうしよう、当てられたら速攻配信消します。いや、しダメですよ。じゃ分かっても、まあ当たんないっすよマジでバディとはって言われてるマジでバディなんだよねマジでバディ、マジでバディ、本当にバディと何やかに。あとね、もう青春って感じでいっぱい走ったりしてます。2人で、2人とか3人とかで、うん、楽しみ、うん、なんかね、楽しみ、なんかみたいな、何それ、みたいな、待って、ガチでなりそう、違う、なんかシュでもなんか、うん、面白いですよ、面白い、なんか違うんですよね、やっぱ。でもなんかさ、めちゃあれ思い出す、あの指レンジャーとか、あと博多座でやった寸劇みたいなさ、なんかもうそういうお遊びがたくさん、お遊びいっぱい、お遊びたくさんです。本当に面白い。私、いぶき好きそうなのいっぱいある、うん、いぶきも好きそうなのたくさんありますから、ね、そう、まあ楽しいです、うん、楽しいし、なんかもう私たちもまだ消化しきれてない、これは何が起こってるんだろうっていうのがねなんかみたいなのが多いんですけど、うん、なんかファンの人のこと忘れて楽しいんです勝手に確かにどういうことっていうね、でどこでも一緒にいる気がする、もう、うん、こっちでもこっちでも、あっちでも一緒、あそこで、ね、あそことかいるいるいる、そう、うん、鬼ごっこあるのかな。え、もうほぼ鬼ごっこじゃないですよ、うん、メンバーのこと見てたらわちゃわちゃしてる。そうそう、そのボールは何だろう、いいとこつきますね、これが何色のボールかっていうのも大切ですね。そうですね、はい、これはもう伏線です、もう、うん、これはもうね、使っていいと言われたんで、はい、まあまあまあ、これっす。私こういうの持ってるとすぐ手遊びしちゃうこれです、そう、なんかのこれが、あ、そうそう、なんかおお、今日のリハを置いてて、おお、すげえ、そうそうそう、みんながおおってなそう、はい、これがね、何色マジで色です、色ですね楽しいなんかさ、なんでこれだけネタバレを許されたんだろう、わかんないこれでも結構わかりやすい結構わかりやすい、うん、なんか皆さんが想像つい、まっすぐ想像ついた、それが正解だと思います、うんうん、本当に正解です、はい、あ、でもまあ投げはしないですよ、うん、ってだけです、投げはしません、はあ、これはネタバレです、うん、へえ、楽しみ、ね、私昼のアンコール結構好きですよ、あ、めっちゃ衣装がめっちゃいいです、もうなんかもうファンの人がうみたいな、みんながおのおのが好きなやつを、そうそうそう、はい、はい、選びました、うん、選びました、好きなやつを選んで、はいはい、まあカメコタイム注文、いや、もう完全にそうですよ、え、もういっぱい撮ってほしい、うん、頼むもういっぱい撮ってほしい本当にマジでカメコタイム、うん、いや、なアンコール割とずっと、え、うん、本当にそう、昼のアンコールは多分全部カメコタイムですね、カメコタイムですね、うん、ぜひ素晴らしいものを撮ってほしい、うん、私たちも乗っけたい、それを、うんうん、お願いします、お願いします。あとはそうだ、新アンシャの、そう、新衣装がね、あ、もしかしたら、もしかしたら、はい、もしかしたら、もしかするかもしれないんで、はい、かわいいね、あれかわいいですね、あの紫っぽい、うん、白っぽい、まあ、みんなが好きそうな、うん、その顔みんなが好きそうな色してますよ楽しみだね、うん、何があるっけちょっと私もうリハで疲れすぎて頭が全く回ってない、全然回ってない。でも今日さっきねねさんがスタバ買ってきてくれました、お菓子、お菓子はもらいました、スタッフさん、スタッフさんからもらいました、全員分、ねねさんがはーい、そんなやってな
ないじゃん。ないって言ってないし。しかもこの人私が買ってきた時寝てたし。寝ててね、起き上がってね。めっちゃ首かくの。赤ちゃんしか見たことない。そう、爆睡してましたね。爆睡してた。その間にね、参加したばっかで。いる？やってないからこういう、そういうのやってないから。で、ゆうきさ、ゆうき何が欲しいってさ、言ってないのにダークも買う。え？そうなの？それはいおりちゃんがスパイしてくれた。え？そう、いおりちゃんが熟知してるわ。すごいわ、さすがさすが。最近そう、ゆうきがめっちゃ、顔芸してくれしてない。めっちゃ顔芸してくるんですよ。大人っぽい表情とかね。なんか言ってなかった、なんかの曲の時にこういう顔しますみたいなね。なんだっけ、なんだっけ、もう本当に頭が働いてないんだよね。なんだっけな。じゃあ先生がなんかもう普通に潜在的落として、うん、アートたちは色気が大変ねんねことを言ってて、もっともう見せ方を勉強せんとみたいな言ってたから、うん、はいって言いながら、なんかこれカメコですね。そう、カメコタイムですね。そうそうそう、はい、ね、もうぜひ見つけたし、ここだってところ、うん、もうなんか、あ、顔映ってない、ね、なんかね、そう、中泳いでるよ。なんか何これ、すごい、何それの、サメみたいなの。何これ。そう、最近この顔芸をやたらしてくる。してえ、でもこれに、その芸に関しては普通のイベントでもですね。あ、そっちかな。そっちとか最近のなんか、え、でも今日もしましたよ。今日もしたよね。今日もしたし、今日もあのバディオッケーやってる時に、そうやったんですよ、ね、なんで、いぶきのセクシーな表情、いぶきのセクシーな表情、ね、バカにしてる、完全に。はい、いぶきのセクシーな表情、カメコタイムでしょ、はい、でもそんな曲あった？ない、そんなない。なんの歌、マジで。いや、やっぱ全部ですよ。そうだね、可愛い曲でも、うん、やっぱちょっとサイちゃんとかを狙って、あ、そうだね、そうそうそう、やっちゃいましょう、うん、やっちゃいましょう。はい、はあ、なんか皆さん聞きたいことあります、うん、コメントとか何でもいいよ、うん、なんかあるかな、あるかな。先輩してる、いぶきですか、うん、してますよ。おしてんの、うん、めちゃくちゃ。え、どんな感じ。そこ、もっとやんなね。めっちゃ厳しめや。私もさ、やる気、なんか本気でやってみて。え、聞いたことないけど。ええ、そんなやってた、あの、裏で。あ、裏でめっちゃ嫌なやつや。ちょっと、え、ねえねえ、ちょっと来て、ちょっと来て、やってる、怖怖すぎ。なんで、なんでさ、自分から好感度下げるの。なんか一回挨拶も、うん、ありがとうございましたも、うん、本気でやってみて。それ全部うちらが今日言われたから。もうリハーサルは毎日全力でさせていただいております。全力でさせていただいてます。本気で。マジで、ま、なんかさ、そういう感じで、そういうつもりで言ってなかったからさ、なんで自分からさ、嫌なやつを。あ、おもろい。やばい、めっちゃ隠してた。なんかあるかな、皆さん質問とかいますか。初めて行くけどコールは覚えた方がいいかな、だって。でもでも別にコールあったら私たちもすっごい嬉しいし、うんうん、まあ、歌わり終わりとかは結構超絶可愛いじゃないの、うんうん、みたいなのもありますけど、うん、それがもう難しいです。でも最高からはしやすいんじゃないですか、うん、チャペ、アペみたいな。あとはなんか、うん、ペンライトとかコール以外でもちょっと皆さんにお願いして一緒にこういうことやってくださいみたいな時もあるので、うん、まあその場に、うん、その場に応じてくれると
あのコールを覚えてなくても楽しめると思います、うん、なんか一緒にやるので、そうそうそう、楽しいと思います、うん、客席に来ますか、それを掘り持ってどうですかね、どうですかね、ね、飛んでいきたいですね、本当ですね、飛びたいですよね、やっぱりクレヨンしんちゃんのものまねですか、うっういほら、ノーラしんの好きでずーでね、それやるやつが一番嫌い、なんでなんであと、あのものまねとか嘘ついてみたいな、うん、そう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 、うん、すぐ、あのなんて言うのあ、それは好きやった姉さんの前ではそれしか言わないとこ、はあ、NHK のキャラクターたちは好き、なんかあるかな何がいいかなあ、そうだ、そう、ねねは今日は青井さんの卒コンの T シャツを着ています、あ、そう、かわいい、マジでかわいい、顔がかわいい、かわいい、なんかキュルキュル、赤ちゃんね、ほんと赤ちゃん、ほんと赤ちゃんですけど、もう青井さんの卒コンはもう赤ちゃん、青井さんから大人青井さんまで、本当ロリダックス、本当です、うん、いぶきちゃん誘惑のガーターで登場あるって言ったけど、あるかもしれな練習しといたらあー、オッケーオッケー、イメトレ完璧です早っ3秒で完了したんだけどできそう、急遽なんか代わりにやってみたい人も、うん、はい、できます、できます、いぶきできます、練習しましためっちゃやりたかった練習しましたなんかあるかな、でも夜公演はめちゃくちゃ始まり方が青井さんっぽいってめっちゃ思いました、なんか最初のこのブロックっていうか、そうそうそう今日めっちゃ可愛いことがあったんですけどね、うん、今さ、めちゃくちゃ可愛いことがあったんですけどねいろんな言葉が混じってなんか普通に見てたのよ、うん、後ろでいぶきとマリアちゃんと1位で見てて、うん、したらはなちゃんが、うん、なんかその時にちょっとなんかあー踊れたかなみたいなテンションな時だったの、うん、みんなそしたら花さんがなんかうわーってきてみんななんか、うん、花さんがなんか言われたんじゃないかと思って、どうしたのって言ってたら寂しいって言って花ちゃんボロボロ泣いてってなんか怒られた子供みたいな感じでね、うん、遠くからってきてちまちま近づいてちまちま寂しいって泣きだしたでみんな、なんかさ、花さんさ、いつもさ、こうやってかさ、なんかこうやって見てるんだけど、泣いた後は絶対にえ、そうもう脱力そう、で見ながらちょっとポロポロ可愛かった本当に面白いめっちゃ可愛かった、うん、想像つかないしね、葵さんがいなくなっちゃうことが想像つかない寂しいね、寂しいですね、早いよ、うん、でもなんかそのそれこそオープニングは、まあ、葵さんがリハ期間から結構なんかみんなとの時間を作ってくれたみたいなね、うん、感じがあって、なんか最後にたくさん葵さんからいろんなことを教えてもらったっていう感じがあるので楽しみにしててください、うん、すごい気合が入っております。あとはもう最後のコンサートのメンバーがたくさんいるから、そうだよ、たくさんいるんじゃないか、もうサヤマルとディナーやめちゃったのか、みやびと小田ちゃん、小田ちゃん、それもね楽しみにしててください、寂しいけどやっぱ楽しみのが一番です、寂しいけど、うん、本当にそう、うん、楽しんでください本当に、うん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 、公式の動画出てたねって何、あ、ち
HKT の YouTube であおちゃんの練習動画出てたんですよ。え、そうなの？1時間前ぐらいじゃないですか。え、そうなの？多分練習時風景知らなかったと、なんかキャプテンに最後のメッセージみたいなのが出てたみたいな。じゃあもうそれも見てから意欲を高めてきてください。皆さん、あ、9時55分だって。あ、やばい、しゃべりすぎた。早いな。じゃあちょっとなんかただただ喋ってた時間になったんですけど、そろそろ終わりです。いぶきがあと5分でバンされちゃうんで、じゃあいぶきから、はい、5位から1位を。5位、5位、はい、5位、しゅんさん、4位、やす19833、3位、ルイス、2位、あおいちゃん、しゃん、1位、ぽんぽん丸。じゃあぽんぽん丸さんにいぶきのサイン入り T シャツがプレゼントされます。ありがとう。ショールームから、あ、じゃあ私の本を先にやってみましょう。え、これどこまで見るの。えい、あ、ありがとうございます。5位、じゅんじさん、4位、高橋康樹さん、3位、まさきさん、2位、そうさん、1位、りゅうくさんです。皆さんありがとうございます。ということで、はい、ということで、1位のりゅうくさんとぽんぽん丸さんには、1週間以内にショールームから連絡がいきますので、はい、ニックネームを変えずにお待っててください。りゅうくさんとぽんぽん丸さん、変えないでください。絶対絶対来ないよ、届かないから。それ届かないはい、はい、これに書くのかな、違う、これではないのかな。まあ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 、お楽しみにってことで、はい、はい、あとはもうみんなパチ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 って感じで、はい、なんか最後になんか言っときたいこととか聞いときたいこととかないですかね。ないですかね。なさそうですね。なさそうですね。はい、じゃあ全力で挨拶をしてね、締めたいな。明日も誰かが、明日は誰かは分かんないけど、明日も誰かが配信するので、はい、お楽しみ。え、今日何日？11です。あ、じゃあもう1週間ですよ皆さん。あと、はい、1週間なんで気持ち高めて、気持ち作って。あ、スクショタイムだって。え、スクショタイム、そんなんあるんだ。じゃあ2枚。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、明日、あ、違うわ、明日は明日のメンバーがやるので、はい、お楽しみに。うん、じゃあ最後の挨拶、せそれでは最後の挨拶、はい、せーの、すいません、ここで私から。うん、びっくりしたわ。やばいよ。せーの、じゃあ、え、どういうこと。いや、やっぱ先輩から。じゃあ、本気の挨拶頼む。はい。せーの。あっ。ちょっと難しかった。わかりました。はい、できます。せーの。あれ